警戒してたんでしょうけどね。いや、この盗塁は痛いですね。やはり足のあるランナーは怖いですね。はい。ふわふわっと上がった。掴んでツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあ、ただね、勝負強いバッターを迎えてますから、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。その警戒すべき中田がバッターボックスです。変化球打った。ショートが抑えた。一塁へ。一塁アウト。これでスリーアウト。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。2対1、1点リードはドラゴンズです。西さん、バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略できるはずなんですけどもね。攻略の糸口は掴んでいるんでしょうか。低めはこれは入っていました。打ちました。センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。センターが取りました。バッターは今日 DH に入っている北。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。ショートゴロです。取った。アウト。ツーアウト。打順はトップに帰って福田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。まず打ちをついてきました。2球目は何で来るか。低めの球。打ちました。難しいバウンド。取った。アウト。際どいタイミングでしたが、スリーアウトチェンジです。ここは相手のナイスプレーに阻まれてしまいました。まあ、これはいい守備を見せられましたよね。反撃したいバファローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって2対1、1点リードはドラゴンズです。まずは1回の表、このピンチの場面、ここは打ち取ります。先制のピンチをしのぎます。裏の攻撃、チャンスの場面、最後は外、逃げるボール、空振り三振。先制のチャンスを逃します。2回の攻撃、一打先制のピンチ、8番バッター宇佐美、センターへ運ぶタイムリー。バファローズ先手を取られます。しかしバファローズ負けていません。一打同点という場面、8番池田、追い込まれてからのタイムリー。バファローズここで追いつきました。得点圏にランナーを置いて、しかしここは内野ゴロ、勝ち越しのチャンスを逃します。3回の表、勝ち越しのランナーを置いて、バッターは指名打者中田、初球を叩いてタイムリー。バファローズ勝ち越されます。
京セラドーム大阪からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスには5番細川、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。バファローズ1点ビハインドで迎える6回です。外へのカーブ外れました。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。外、これは外れていきます。さあ仕留められるか。打った、レフトライナー掴んで、まずワンアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。インサイド変化球決まっています。打った、レフトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフトオーバー、バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく引っ張られてツーベースヒットとされています。いいバッティングされましたね。さあそして打席には浦松入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。とにかくこの回はこのまま終わりにしないといけませんから、しっかりと腕を振って強気にいきたいですね。なるほど、そうですよね。際どいストライクです。抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ボールは中継、ライト前ヒット、村松、これが自身本日の初ヒットになります。これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。ここで点は取られたくないですね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから、丁寧に行った方がいいでしょうね。そうですね。さあ気をつけていきたい。宇佐美が打席に入っています。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど。さあキャッチ、走ってきた、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。緩いボール決まっています。膝元、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ここまで来たらもう三振狙いですね。そうですね。空振り三振、ここは投げ勝ちました。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト、ランナーは変わらず三塁二塁です。ピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。小宮山さん、バファローズここでピッチャーが変わります。バファローズベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、東ここで降板です。ここでバファローズ守備を変えてきました。ショートの太田がサード、
さあ、そしてバッターボックスには山本が入ります。さあ、2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあ、この点差を保っていく。変化球打った、一塁アウトで3アウト。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。2対1、ドラゴンズが1点をリードしています。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、バファローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の西野。バファローズ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。これが2球目、外に決まりました。今のはバッターよく見ましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打ちました。さあ、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。見事起用に応えました。ノーアウトランナー二塁です。うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。うん、そうですよね、完璧に捉えましたからね。さあ、バファローズチャンスの場面を迎えています。ホームランで逆転というのは一番気持ちいいですけどね。うん、そうですよね。さあ、どのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには森が入っています。まずは変化球、改めてお聞きしますが、バッターの森、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況にもよりますが、基本的には一発を狙った思い切りのいいバッティングをしてくるバッターですね。あ、なるほど。これが3球目、ジャストミート、落ちた、ヒットになる。中継にボールが送られる、センター前ヒット、これでマルチヒット。これでサードまでランナーが進みました。まあ、そうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。さあ、そして打席にはゲレーロ入っています。さあ、チャンスが続きます。まあ、なんとか繋いでますんで、このチャンスは生かしたいですね。うん、なるほど、そうですよね。ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか、一瞬の判断が難しいところですね。うん、なるほど、そうですか。さあ、3球目は何か。ここは見ます。ストライク入りません。ストライク、真ん中です。一塁牽制、タッチもセーフ。今のは打ち頃のボールでしたけどね。はい、そうですね。外れてフォアボール、ノーアウト満塁、ビッグチャンスが生まれています。
いや、選球眼がいいですよね。バッターよく見極めました。まず何を投げてくるか。外のボール打った。上がりすぎたか。さあバックホームするか。さあ犠牲フライなら同点だが、さあ同点のランナーがスタートする。サードランナーがホームに帰ってきました。杉本きっちりと犠牲フライを決めました。振り出しに戻りました。さあご覧いただきましょう。犠牲フライで同点に持ち込みました。そうですね、ここはうまく打ちましたね。ここは犠牲フライで同点にしています。6番バッター太田。バファローズこの回1点を入れています。さあ再度試合を振り出しに戻し、なおも一打勝ち越しのチャンスです。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。ああなるほど。外れてフォアボール。同点の中迎えたこのチャンス、勝ち越しなるか。いや、選球眼がいいですよね。バッターよく見極めました。さあそしてバッターボックスには野口入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面。まあここはつながっていますから、このチャンスで勝ち越し